ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。2023年7月にアメリカの議会で行われた公聴会の話を知っているだろうか。この公聴会っていうのはいわば UFO 公聴会で、UFO の存在を認めることを公表しているんだ。な、何それ、そんなことがあったの？そんな公聴会があったなら間違いなく世界中に驚きが走っていると思うわ。この公聴会において日本では公開されていないことに闇を感じてしまうよな。さらに UFO 公聴会の裏側にはなんと世界的なとんでもない問題が関係しているともされていて、そしてこれはさらに驚きなんだが、すでに世界は UFO のテクノロジーを手に入れたかもしれないともされているんだ。ちょっとちょっと、マリサ何言ってるのか全然意味がわからないわよ。でもその話が本当だとしたらマジでめちゃくちゃ気になる話だわ。そのアメリカで行われた UFO 公聴会についてもっと詳しく教えてほしいんだけど。じゃあ今回は UFO から回収した謎の生物兵器と、UFO 公聴会でついに公開された謎について話していこう。それでは今日もゆっくりしていってね。2023年7月26日、アメリカワシントン DC のアメリカ下院議会で、とある公聴会が開催された。民主党共和党の両党の議員から構成される公聴会において一人の人物が証人として出頭し、アメリカ海軍の元パイロットだったライアン・グレイブス氏が証言台に立ったんだぜ。そして宣誓をした後、彼はおもむろに奇妙な発言をし始めたんだ。その証言っていうのは一体どんなものだったのかしら？なんでも彼は、2機の F-18 戦闘機が未確認物体と遭遇しました。透明な球体に入った、最大で 4.5 メートルほどの大きさの濃い灰色の立方体が目の前に現れたのです。と言っていたんだぜ。え、ちょっと待って。これってアメリカ議会での出来事よね？そんな公の場で UFO の目撃証言をしたなんて、そんなことありえるわけ？もちろんこのような場で元パイロットが UFO の目撃証言をするなんて前代未聞だ。霊夢が驚くのも無理はないぜ。そうよね。それでグレイブスさんは他にどんなことを言っていたのかな？彼は続けて、この物体はマッハ 1.2 ぐらいまで加速したのですが、不規則かつ素早い動きで説明ができません。と証言している。ちなみにグレイブス氏はかなり熟練したパイロットで、アメリカでも有名な存在だぜ。そんな彼でも理解不能なこの飛行物体が一体、何者なのかで一時かなり話題になっていたんだ。そりゃそうよ。ただでさえ信じられないような話なのに、そんなエリートパイロットが議会という場でこんな発言だなんて普通に考えたら信じられないわ。それにしてもこの未確認物体っていうのは何なのか気になるところね。彼の証言が出てからこの物体については地球外生命体の乗り物だとか、どこかの国が保有する最新兵器だとか、もしくは単なる見間違いだとか色々な話が上がった。あ、確かに見間違いって説はあり得るわよね。それが一番現実的な気がするけど、実際のところはどうなのかしら？グレイブス氏は誤認でないことを強く主張していたな。ちなみにこの未確認物体についてはグレイブス氏の同僚だった元アメリカ海軍パイロットの、デイビッド・フレイバーという人も同じような目撃証言をしているんだ。グレイブスさんの他にも目撃している人がいるかもしれないの？ちなみにこのフレイバーさんはどんなことを言っていたのかな？彼は同じく証言台に立って、見下ろすと白い小さな直方体の物体が海上で激しく動いていました。まるで卓球の球が弾むように物体に回転翼や翼のようなものは何もついていませんでした。と話していたな。そんな、じゃあやっぱり単なる見間違いで片付けられる話ではなさそうだわ。本当に UFO は存在したのか気になるところね。さらに未確認飛行物体を政府はすでに保有しているという証言まで飛び出しているんだ。公聴会は未確認飛行物体に関する証言を集めて、検証する部門に所属していた情報将校を参考人として呼び出し質疑応答の時間を設けていたんだぜ。それは面白いわね。ここではどんな質問が出たのかしら？情報将校からはこんな証言が飛び出している。共和党のマイク・ガルシア下院議員は、未確認飛行物体を政府は保有しているのか？と聞くと、それに対して、元米空軍情報将校デイビッド・グラッシュという人は、40人以上の目撃者から聞き取りした経験から、間違いありません、と回答している。40人以上も目撃者がいることに驚きだわ。これはもう議員さんも認めるしかないんじゃない？さらにガルシア議員は続けてこのような質問をしていた。政府はどこに未確認飛行物体を隠しているのか？それに対してグラッシュ氏は、正確な場所を知っていますし、その情報は監察官や情報機関に提供されています。と答えているんだぜ。まさかの政府機関が周知の事実だったってこと？それが本当なら色々な事実を覆すようなめちゃくちゃ衝撃的なことだと思うわ。アメリカ軍の元パイロットが UFO を目撃したと公の場で証言し、さらにアメリカ政府が未確認飛行物体を保有しているとまで発言しているわけだ。そりゃ驚かないわけがないよな。
ちなみにこれらの証言を聞いた議員たちは政府が秘密扱いにしている未確認飛行物体の情報を公開し、国民に知らせる必要があるなどと訴えている。だがこの公聴会から1年弱経っている今でもそのような情報は一切出ていないんだぜ。それはそれで気になるところね。アメリカ政府はもしかしたら何かを隠している？これらの公聴会での出来事は一見信じられないような話にも思えるが、実は世界各地に UFO を目撃したと証言している人は存在しているんだ。ちなみに日本にもそのような証言をしている人がいるんだぜ。え、日本にも？その人は一体誰なのかな？それは元航空自衛隊のパイロットの佐藤守氏だ。佐藤氏はインタビューにおいてなかなか興味深いことを話していたんだぜ。一体佐藤さんはどのようなことを話していたのかしら？現役時代、佐藤氏の対話は割とオープンな雰囲気だったとのことで、隊長、今日変なものを見ましたといえば、あれは絶対 UFO ですよなんて返ってくるような雑談をしていたという。めちゃくちゃフラットにとんでもない発言をしているわね。実際に佐藤さんも UFO を目撃したことはあるのかな？実は3800時間も飛んでいて、彼は現役時代に見たことは一回もないらしい。だがみんながよく想像する円盤型のものじゃない謎の物体については何度も目撃しているとのことだ。うわ、めちゃくちゃリアルな声ね。その謎の物体についてのエピソードってあるのかな？なんと佐藤氏は飛行中に光のカプセルに包まれたというなんとも不思議な体験をしているんだ。これは1975年10月、九州の築城基地から入間に向けて飛んだ時のこと。その日は朝からものすごい土砂降りで全国で飛行しているのは佐藤氏の T-33 1機だけという、タービュランスとアイシングという悪天候だったんだ。悪天候の中でも飛ばないといけないなんて大変ね。それでそれで？佐藤氏はこの悪天候の中、なんとか入間基地上空にまでたどり着き、着陸降下中に横田基地上空で明るいカプセルのようなものに包まれて地上が見えたという、またそのおかげで無事着陸することができたとも笑って話していたぜ。いやいや全然笑い話じゃないわよ。でもそのカプセルみたいなものっていうのは気になるけど、ひとまず佐藤さんが無事飛行を遂げられてよかったわね。また同じく1970年代頃、佐藤氏が小松基地で勤務していた時の話もある。その時ちょうどスクランブルがかかったというんだ。スクランブルって？スクランブルとは地上待機の揚撃戦闘機が警報を受けて緊急離陸することだな。この時はソ連の爆撃機が日本海上空を飛んでいるから確認するというミッションがあって、佐藤氏の他計4名のパイロットが搭乗したファントム機2機で偵察を行っていた。しかしスクランブルがかかるような爆撃機は特に見当たらず、不思議に思っていたんだぜ。何か奇妙なことが起こる予感しかないわ。その後佐藤さんたちはどうなったのかしら？仕方なく基地に帰投していたところ、なんと2機のファントム機の間に茶筒のような巨大な飛行物体が戦闘機に並んで飛行していたというんだ。佐藤氏を含めた4名のパイロットは口々になんだあれはと叫び、後輩のパイロットに写真を撮るよう命じたんだぜ。何その出来事？茶筒のような飛行物体っていうのが特に気になるけど、後輩は言われた通り写真に収められたのかな？ああ、後輩はその時の様子を撮影して基地で現像したところ、やはり彼らが目撃した茶筒のような物体が写真にはっきり写っていたというんだ。ちなみにこの写真については飛行隊全員が見ているから間違いないんだぜ。そんな出来事があったなんてかなり衝撃的だわ。この佐藤さんの証言は UFO の存在を明らかにする上でかなり重要になってきそうね。ちなみにそういう奇妙な目撃情報って上司とかに報告するものなのかな？いや、禁止されているわけではないんだが、基本的に UFO などの目撃情報を上司に報告することはタブーだとされているそうだ。いわば暗黙の了解でみんな口をつぐんでいるって感じだな。え、そうなの。それはどうしてなのか、何か理由とかあるわけ？まあ基本的に UFO 目撃なんて話をしても上官にいい顔はされないんだよな。しかもあくまで彼らは自衛隊機は公務で飛んでいるから、もし UFO の目撃を伝える際は報告書を作成する必要もあるんだ。正直それって面倒だし、そんなことになるなら変なものを見ても黙っていようと、ある程度忖度する姿勢が根付いていたというんだぜ。なるほど。じゃあこの時の写真についても上司に報告されることなく処理されたのかな？いや、この写真は後にレポートとともに上司に提出されたという。しかしそのレポートはどこか行方知れずになってしまったと佐藤氏は語っていたな。なんとも不思議な話だわ。もしかしたら佐藤さんが報告したレポートと写真も上司の方によって隠蔽された可能性も否めないわね。ちなみに別の話でこんな都市伝説もある。なんと民間の航空会社のパイロットの間でも UFO を目撃したという人はかなり多いようで、彼らは一様に UFO の目撃について口をつぐんでいるというんだぜ。佐藤さんの話以外にもそういう話ってあるんだ。みんな報告しないのはやっぱり佐藤さんが言ってる理由と同じ感じ？
もちろんそれもあるが何よりも飛行中に UFO を見たと報告したらほぼ確で地上勤務に回されるからだな。それを嫌がってみんな口外しないと言われているぜ。なるほどね。でも佐藤さんはさっきの話で上司の方にレポートと後輩が撮った写真を提出していたわよね。あまりそういうのは気にしない人だったのかな。佐藤氏についてはこのような場合、見たものは全て正確に上司に報告していたと言っていたな。なぜならもしかしたら自分の精神に問題があったりして飛行に障害がある可能性も捨てきれないからだという。だから第三者に判断を委ねるのがパイロットの責務だと話していたぜ。何それかっこいいんだけど、確かに佐藤さんが言ってることは納得するけど、一方でこういう話を報告しない人たちの気持ちもなんとなくわかる気がしたわ。このように一般的にはアメリカ軍や自衛隊や民間のパイロットの間で UFO の存在は公然の秘密とされてきた。だからこそアメリカ議会で今回行われた公聴会にて、正式に元パイロットが暴露したことは相当驚かれたわけだな。そうよね。でも正直ここまでの大きな話なのに、私今まで聞いたことなかったのよ。もしかして私がめちゃくちゃ世間知らずだったのかな？いや、そんなことはないし、おそらく日本でこの話を知らない人は多いと思う。なぜならこの話について、日本では報道されていないからな。ではここで日本初公開となる、公聴会に対するアメリカ国防総省のレスポンスと、彼らが UFO から回収したと言われる謎の生物兵器について話をしていこう。それはどんなものなのかしら？これは UFO 公聴会が開かれる半年以上前の2022年12月の話なんだが、アメリカのネバダ州にあるラディアンステクノロジーズ社が、UFO 技術を熟知する政府と契約することに積極的だとアナウンスしていたんだ。ラディアンステクノロジーズ社は著名な防衛請負業者であり、アメリカの安全保障に UFO 技術を活かしたいと思っているというな。そんなことがあったんだ。UFO 技術を活かしたいからこそ、このような声明を出したのかもしれないわね。そうだな。さらに20年もの長きにわたってアメリカのミサイル防衛システムに関わってきた。エンジニアのティム・ケンズレイ氏は、同社は政府が独占している UFO 研究について共同開発したいと思っている、と話していたぜ。さらにそれを裏付けるかのようにラディアンステクノロジー社は、元海軍情報部所属でペンタゴンの UFO タスクフォースの責任者だったジェイ・ストラットン氏と、同じく UFO タスクフォースで働いていた天文物理学者のトラビス・テイラー氏を迎え入れた。これはリバースエンジニアリングの部門に力を入れ始めていることを示唆しているんだぜ。リバースエンジニアリングっていうのは一体何なのかな？リバースエンジニアリングとは既存のハードウェアソフトウェアの分解や解析を行い、その構造や製造方法を明らかにすることで製品の改良や新製品の開発に役立てるプロセスのことだ。リバースエンジニアリングに関する専門性の高い情報は未だ限られているものの、製造業、特に自動車や航空宇宙部品、医療機器や産業機器分野にて注目が高まっているんだぜ。正直言葉だけじゃあまりよくわからないわね。何か具体例とかはないのかな？リバースエンジニアリングの主な活用例としてはいろいろあるが、代表的なものの一つとして自動車部品の開発がある。例えば BMW はエンジンやサスペンションのシステム、排気システムなどを逆解析することで、自社の車両向けの高質なアフターマーケットビジネスを構築することも可能にしているんだ。なるほど。UFO においてもこの技術を用いているかもしれないってことなのね。でもどうしてラディアンステクノロジーズ社は UFO 公聴会が開かれる前に、政府が UFO を保有していることを前提にプロジェクトを立ち上げたのかしら？その手がかりとなるのが UFO 公聴会に対するペンタゴンのレスポンスだぜ。そのペンタゴンのレスポンスがかなり重要な鍵になりうるってこと？これについても日本では報道されていないのかな？その通り。もちろんこれは日本では報道されていない。それはめちゃくちゃ気になるわね。そのペンタゴンのレスポンスとは一体どのようなものだったのかしら？その話ではとあるメディアから、UFO のリバースエンジニアリングに関わっている？という質問があったという。それに対してペンタゴン代表のティム・ケンズレイ氏はさらりと否定しているが、一方のテイラー氏は、ジェイと私は異物をリバースエンジニアリングして、機能の拡張に取り組んでいるのですと述べているぜ。随分とド直球な質問ね。それにしてもこの異物っていうのは一体何を指しているのか気になるところだわ。ちなみにペンタゴンの高官はこの質問に対して、公聴会の内容はペンタゴンに対する侮辱以外何者でもない、と強い口調で非難していたな。そんなに怒ること？そもそもペンタゴンには異常な速度や軌道で飛行する物体が安全保障に懸念を与えているとして、ARO という部局を設立しているんだ。公聴会を受けてアメリカ議会はこの ARO の責任者のショーン・カークパトリックという人に、調査内容の公開を求めているんだぜ。そうだったのね。それでその調査内容っていうのはどのようなものだったのかはわかっているの？
なんでもこの議会の要求書の中にペンタゴンには情報漏洩をした職員に対して危害を加えたり殺害した事実があるのではないだろうかとされていたんだ。それに答えてカーク・パトリック氏は侮辱だと非難したわけだな。それは確かに当事者としては腹立つ内容ね。なんてひどい内容なのかしら。だが先ほど話した佐藤氏の証言でもあったように、UFO 目撃を黙秘する圧力はあったと思われているわけで、それに逆らって外部に情報を漏らそうとした職員が消された。そんな事実がなかったとは言い切れないと思うんだよな。まあ確かに。それにカーク・パトリック氏が用いた侮辱という言葉も少し引っかかってだな。原文ではインソルティングと、かなりきつい表現で記載されている。単なるジョークとして受け流せたはずなのに、ここまで過剰に反応しているのも怪しいと思うんだぜ。インソルティングって侮辱的な、無礼な、失礼なみたいな意味だよね。私はネイティブじゃないけど、なんとなく強い表現だなとは思うよ。さらに公聴会で証言したある人物がいるんだが、その人の発言にも気になる点がある。それは一体どんなものだったのかな？政府は人類以外が持つ生物学に関係するものを回収したというものだが、この証人が発言した生物学についても少し引っかかるんだ。これについて原文ではバイオロジックスと表現されていて、非常に多様な意味を持つ言葉なんだ。これは場合によっては生物兵器とも解釈できると思うんだぜ。なるほど。少し考えすぎな気もするけど、そう言われると確かに気になる表現な気がするわ。少なくとも問題が収束していない世界的な問題について取り上げる場で用いられるには、正直あまりにセンシティブなワードな気がしたよ。そうなんだよな。これが UFO 公聴会についてのペンタゴンのレスポンスが日本で報道されていない理由だ。もしかしたら秘密情報を漏洩した職員に対して、政府が危害を加えたり、中には命を奪ったかもしれない。そんな事実が隠されているかもしれないんだぜ。それが本当の話ならめちゃくちゃ恐ろしいことだわ。アメリカ政府が人類以外が開発した謎の生物兵器を隠し持っているとしたら、単純に公的に UFO の存在が認められたなんて、うかうか喜んでいる場合じゃないわね。そんな中で実は UFO 公聴会と関係がありそうなとある超大国の動きが最近注目されているんだ。では次にその超大国と UFO との関係性について話をしていこう。その超大国っていうのがどこのことなのか気になるわね。UFO 公聴会から遡ること3ヶ月前の2023年4月のこと、アメリカ上院議員の軍事委員会で開催された公開の公聴会において、カーク・パトリック氏が奇妙な映像を披露したんだ。その映像はどんなものだったのかな？何本かあるんだが、まず1本目は南アジア某所で撮影されたもので、アメリカの無人偵察機のドローンが映し出した円盤状の飛行物体が回転しながらドローンを追い越す映像だ。カーク・パトリック氏はこの飛行物体について、アーロの見解としては民間の航空機だと結論付けました。と話していたぜ。ええ？いやいやいや、誰がどう見ても民間の航空機ではないと思うけど、何か隠していることでもあるのかしら？ちなみに別の映像っていうのはどのようなものだったのかな？もう一本は円盤型物体が空中を右往左往しながらビームを照射するという不思議な映像だった。これについて場所は明言していないが、カーク・パトリック氏はこれについても、撮影ミスとだけ言ってそれ以上は何も言及していないんだぜ。そんな、どちらの映像に対しても証言が怪しすぎるわよ。だってこれ、明らかに未確認飛行物体だと思うけど、それにもかかわらずあくまで民間の航空機だと言い張っているってことでしょ？アーロは UFO など存在しないという姿勢を貫いているわけだ。じゃあどうしてアーロはここまで固くなに UFO の存在を認めようとしないのかについてだが、それについてもしかしたらアメリカより先に、回収した UFO のリバースエンジニアリングに成功した国があるのかもしれないからと言うんだぜ。そんなことあるのかしら？でもその国って一体どこなの？その国はインドではないだろうかとされている。インド？アメリカに対抗できる国って言ったら中国とかロシアを想像していたけど、どうしてここでインドが出てくるわけ？まず第一にさっき言った一本目の動画が撮影されたのは南アジア某所とされているわけだ。一般に南アジアとはインドは大陸を指すことが多いためインドと考えられているんだぜ。それだけでインドだと思うのも少し無理がある気はするけどね。でも仮にインドが UFO に関するリバースエンジニアリングを成功させていたとして、じゃあアメリカはなんでインドに無人偵察機を飛ばしたのかな？それは最近のインドがアメリカや中国、ロシアといった大国から距離を取って、超大国として台頭してきているのが原因だと考えられている。どういうこと？実は最近、インドでは月面探査に乗り出したり、宇宙開発の分野でも成功を収めていたりするんだ。そんな裏にはインド政府が UFO のリバースエンジニアリングに成功し、超化学兵器を保有している可能性があるとも考えられないだろうか？なるほど。まあ確かにインドが本当にリバースエンジニアリングに成功しているなら、
アメリカにとって中国やロシア以外にも強力なライバルが現れたことになるわよね。それならアメリカがインドに無人偵察機を飛ばして警戒する気持ちもわからなくないわ。そうだよな。ちなみに今、インドは国名を英語名のインディアからバーラトに変更しようとしていることを知っているだろうか？え、なんて？もともとインドって国際政治の場では国名を英語表記のインディアとしていたんだが、最近になってヒンドゥー語のバーラトに変更しようとモディ首相が考えているんだ。これは2023年9月にあった主要20カ国地域首脳会議、通称 G20 サミットで、議長国を務めたインドが自国の国名をバーラトとしたことがきっかけだぜ。そんな、そもそも国名の変更なんてできるの知らなかったわ。ちなみに会議ではモディ首相の前に置かれたプレートにバーラトと書いたプレートが置かれていて、インドの政治家であるムルムが主催した晩餐会の招待状にはバーラト大統領と表記されていた。まあ厳密には変更というよりも自国語を用いるって感じだな。それってつまり日本で例えたらジャパンじゃなくて日本に表記変更するって感じ？そんなことがあったなんて知らなかったわ。そりゃあ突然の変化に世界が驚いたに違いないとは思うけど、でもそれってこの UFO に関する話と何か関係あるのかしら？よく考えてみてほしい。この点についてインドの急激なナショナリズム化を警戒する意見も出ていてだな。現在、正直言ってインドの他国との国際関係はあまりよろしくない状況なんだ。そんな中でモディ首相はどうしてこんなにも微妙な時期に国名を変更しようとしたのだろうか。確かにそう言われてみれば不思議な気はするわね。だってこのタイミングで国名を変更したところで何かしら国家間でトラブルとか起きそうだし、どうしてこのタイミングで国名変更する必要があるのか疑問だわ。それについてこれはあくまで仮説だが、インドはすでに UFO の技術のリバースエンジニアリングに成功していて、そのため超兵器を保有しているから安全保障に絶対の自信があるのではないだろうか？それならアメリカや中国などの他国を気にせずとも国名変更をしたって問題ないと思うんだ。なるほど。さらに先ほど言った通りアーロが頑なにインドで撮影された UFO の存在を認めないことについてだが、これについても安全保障の観点でインドに遅れを取ったアメリカの焦りではないだろうか。もしそうだとしたら今回の UFO に関する公聴会も世界各国が秘密にしていてもおかしくないと思うんだぜ。そういうことなのね。まあ今はまだわかっていないことが多いかもしれないけど、だからこそ今回最初に紹介してくれたアメリカの UFO に関する公聴会はかなり意味がありそうだわ。いよいよ本格的に UFO についての秘密が明らかになっていくかもしれないわね。実はもうすでに UFO に関するいろいろなことがわかっていて、それでもあえて隠蔽されている可能性も大いにある。この公にされていない UFO の秘密が明らかになる日が来るといいな。ということで今回は UFO から回収した謎の生物兵器と UFO 公聴会で公開された謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？衝撃的な話が多すぎてびっくりしちゃったわよ。アメリカでの UFO 公聴会にはまだまだ謎が多いけど、何か UFO の秘密を隠し持っているのは間違いなさそうね。その世界各国が秘密にしているかもしれない UFO の謎が明らかになるきっかけになるといいなって思うよ。まあまだあくまで公聴会で話が出ただけとも言える状態だからな。もちろんそれ自体かなりすごいことだが、真実ははっきりしていないことが多い。今後の研究者たちの奮闘に期待しよう。アメリカやインドなどの各国政府たちが隠蔽を解いてくれることも必要だわ。今後の動きに注目だね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。